こんにちは、サポート行政書士法人の熊野です。今回は特定技能の受け入れにあたって会社側の要件について説明します。最近初めて特定技能外国人を受け入れたいけど会社側にどういう要件があるのか知りたいというお問い合わせを多くいただくので、今回解説したいと思います。大きく分けて受け入れ前の要件と受け入れ後の要件があります。受け入れ前の要件の一つ目としては、納税・保険料の支払いをきちんとしているかです。特定技能外国人の申請にあたっては一番のポイントとしては、会社の要件を詳しく見られるということです。そのため住民税の納税や社会保険料、労働保険料の支払いをきちんと行っているかという点もポイントです。二つ目は外国人の雇用の経験があるかどうかです。過去2年以内に中長期在留資格者の雇用の経験があるかどうかが見られます。もし雇用の経験がない場合は、登録支援機関の支援を委託する必要があります。3つ目は日本人と同等の報酬を支払えるかどうかです。外国人だからといって報酬を低く設定したり、特別に料金を徴収することは認められていません。次に受け入れ後の要件についてです。1つ目は外国人を定期的に支援する必要があります。例えば日本語の学習とか相談に応じるとか、そういう支援が求められます。特にその外国人の方が十分に理解できる言語で行うというのがポイントです。2つ目は入会の定期の届け出です。四半期に1回特定技能外国人の受け入れの状況について報告することが求められています。最後に協議会への加入、ハローワークへの届け出です。分野に応じて協議会への加入が求められます。またハローワークへの届け出も他の在留資格の方と同じように求められます。このように初めて外国人を受け入れる場合、このビザの申請から外国人の受け入れまで弊社でサポートすることができます。まずお困りの方はお気軽にご相談ください。よろしくお願いします。まずはご相談ください。サポート行政書士法人。